ようございます。おはよう、おはよう。久しぶりの朝配信かも。朝にしたらちょっと遅いかな。久しぶりの朝配信しました。おはようございます、こんにちは。こんにちは。あ、ありがとう。楽しんでね。楽しんできます。ありがとう。今日はお話し会だからね。楽しみ。でも言うて今日目開いてないかと思ったら、まさかのメイクバッチリ。いや、メイクまだしてないんだけど、だけど今日は何時に起きたっけ。でもなんか起きてもう一回寝たから、でも言うて9時ぐらいに起きた気がする。なんか昨日ね、なんか最近ちょっとスキンケアに目覚めてきて、なんかちょっといい化粧水とか使ってみようかなと思ったんだけど、一旦買う前にこの前見せたさ、テスターがめっちゃ溜まってたじゃないですか、大量に。だからあれをから使ってみようと思って、まずテスターからね。そうしたら意外となんかそのテスターが良かったんか、今日調子良さげかも。おはようございます。じゃあパン食べていいですか。お腹空いちゃった。今日初ご飯です、まだ。うん、あとみかんも持ってきた。何のパン？え、なんか丸いパン、なんか何にも入ってない、何の味もしない。何にも入ってないし何の味もしないパンだけど、これ本当はママがワンコにあげてたやつなんだけど、だけどそんなワンコ大量に食べないから余ったやつをディエが今もらってる。ワンコってわけじゃないけど、ワンコにあげるために買ったパン。うんふん。
確かにワンコと同じものを食べてる。ドッグフードは食べたことあるっけ。あ、そう、念願のしみさらさんと遊びに行けることになったんですよ。昨日しみさらさんのとこおったね。そう、しみさらさんルーム、いつも名前変えて見に行ってたんですけど、今回は普通にもう自分の名前で入ってみた。嬉しいです、本当にしみさらさんと遊びに行ける。ゆみりさんの卒コン のリハとかの時にずっと遊びに行きたいねって話してて、なかったから遊びに行くことが、だから寂しかったんですよ。しかももう卒コンのあれも終わってしまったから、そう、会える機会があんまりなくって、だからもうお話しする機会すらなくなっちゃったんだけど、ちょっと頑張ってマネージャーさんを通して行ってきました。おめでとうだって、ありがとう。本当に嬉しいです。クッシさん、おはようございます。おはようございます。そう、嬉しい。本当に LINE はね、知らないんですよ。てか交換できなくて、研究生とか、うん、研究生なのか先輩としちゃいけないのかよくわかんない。何だろう、研究生だからできないのか、研究生だからできないか、だから連絡手段がなくって、あんまりマネージャーさんと推薦は。しきましーさん、ゼニとブーケたくさんありがとう。マッチさん、10周年の中たくさんありがとう。くまねパパさんも10周年の中たくさんありがとう。ヤッシーさん、サラちゃんはリエチのこと大好きよね。え、そうなんですか、知らない。そうなの、嬉しい。でもそうなら、でもリエも大好きなんですけど、しみさらさんのこと。なんか楽しい、同い年、同世代だからできる話もあるかな。くまねパパさん、昨日はナイスだったね。ちょっと勇気出してコメントしちゃいました。なんか3期同士のルームに行ってコメントするのは全然なんとも思わんけど、だけどちょっと先輩のルームでコメントするのは初めてだったから、ドキドキでしたね。しみさらさん、気分変わりやすい。どうしよう、当日になってデイジごめんやっぱりって言われた。誠さん、しみさらさんとゆいにゃんと一緒に配信してたことあったね。ゆいにゃんとも買うの。あ、なんかその時はなんかゆいにさんの卒コンのレッスンがあって、それでちょうど結構長い時間までのレッスンだったんですよ。だから配信がギリギリでレッスン上でやろうかってなったんだけど、
その時にリエとユイナとシミサラさんが多分高校生で、そう配信時間がないってなったから、だからね一緒にやったんよね。確かにサルピさんと遊ぶ前にシミサラさんと、あ、まあ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 。じゃサラピさんはちょダメです、まだ緊張しちゃうから。いやシミサラさんも全然緊張するけど、でもまだ年が近いだけあってなんとかギリギリって感じ。感じ出てないんだけど、結局出てないんだけどさ、めっちゃ出た感じ。あ、かなうちクワブ知らんって言ってた、そうそうそう、レッスンで話した時にね言ってました、ちくわぶは知らんらしい。難しいよね、いちごは山梨でさちくわぶ知ってんのに静岡はねあれなんだね。よくね、あのなんか境目があれですね。なんかだからなんか部活のことかと思ったみたいな感じで言ってたよ。さんこんにちは、こんにちは、はじめまして、 ST48 3期研究生の藤井理恵です。ゆっくりしてってください。ヤシーさんだって昨日清水さんがリエちゃんのこと大好きすぎて語彙力がなくなってたから。え、そうなの、なんか途中まで見てたんですよ、途中まで見てたんだけど昨日みんなとレッスン帰りご飯行ってたから、そう途中から見れなくなっちゃって。そうなんだ、ちょっと見たかった。ゆいにゃんはちくわぶしてて、あ、え、そうなの、岐阜はちくわぶがあるの、ちょなんかよくわかんなくなってきちゃった。マネージャーさん通すってお仕事依頼みたい、確かにね、そうなんだよね。まあただね、まあ私がまだ研究生なのでね。あ、そう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 、昨日はねひーちゃんたちとご飯に行きました、美味しかった。写真をメールに送りたいな、あ、メール送んないと、送ってないまだ、そうメールそう送ろうと思ったんだけどちょっとうまく撮れんかったから迷い中。でもこの前のご飯は載せましたね。渋谷の話、確かにしみさらさん渋谷好きなんだっけ、じゃあいつか一緒に渋谷まで行きたいですね。
くるくるさんはスクールの子の清水さんがスターすぎてとてもなんだろう話しかけられなかったみたいな。そうなんだ。いやでもそうだよね。すごいなんかかっこいいですねそういうの。なんかいいね。自分もちょっと憧れるかもそういうスクールみたいな。まあ、続けられる自信ないですけど。心拍さん10周年の10ありがとう。あ、マッツさんたくさん10周年クマさんありがとうありがとう。なんかね色紙なくなっちゃってたからまた買い直します。ごめんなさい。これで落としたんかも。本通りじゃないや、その百均にはもう売ってなかった。売ってなかったじゃない、もうなかったっぽいから。ありがとうございます。10周年クマさん今日買ってこよう。あくゆきさん毛やめてくれって言ってたね。あ、言ってた言ってた言ってた。てかいつも言ってくれるんですけどなかなかやめられないよね。なかなか敬語外すって難しいよね。全然がっつり先輩だし。しみさらさんの牧汁がすごかった。動きが激しくて帽子落としてた。え、そうなんだ。そうでもあのね嬉しかった。あの牧汁の時しみさらさんと一緒だみたいな話したんです、ニットが。いつ話したっけ、なんか本番に話した気がする。それ卒業の裏にいる時にユニットなんだったみたいな話して。メールといえばお話し会のことメモ取ってるの？うん、取ってる。取ってます。そうメモ取っててお話し会だから前回のやつは全部メモ取ってあるんですよ。一人の方が来てくれてメモして一回止めてメモしてもう一回スタートしてメモしてってやってるから、また次の人が来た時もう止めて流して止めて流してってやってるから、そうメモを取ってます。記憶力良くなるといいんだけどな。ねえでもなんかさ、紙のメモの方がいいのかスマホとかのメモの方がいいのか迷った。迷ったってか今も迷ってる。今日から変えようかなとか思ったけどどっちがいいんだろう。来てない人が分かってしまう。そうですよ分かりますよ。森木ギガさん私もそうなんですか。じゃあお互いメモしてるんだ。いいですね。でもやっぱ見返せるからねいいですよね。手一前髪ないの似合います。ない方がいいと思う。本当に。でも自分もなしにしようかなって思ってる。なしにしたいんだけど、そうでも研究生
の間は髪の毛巻けないじゃん。巻けないからポニーテールしたいですとかなったらさ、こうなっちゃうんですよ。もうこれで公園出ることになっちゃうじゃん。巻けんのかな、ある程度外巻きとかにはできるんだろうけどさ、そうなっちゃうからなんかどうしようかなって感じなの。これでツインテールとかやばくない？なんかほんとなんか昭和の女の子みたいななっちゃうからさ。紙に書いてスマホで撮るといいです。あ、確かにね、それめっちゃいいかも。でも紙に書いたら結構時間かかるじゃないですか。それでもいいんかな。まあスマホの方が早いかなと思ってスマホにしてたけど。サイバーさん、やばい。そうですよ、ちゃんと書いてますか、メモしてますから。まさかねさん、こんにちは。こんにちは、はじめまして、シティ483期研究生の藤井理恵です。ゆっくりしてってください。うん。昭和のリエチもいいかも。本当ですか？昭和のリエチ、いやでもね、ちょっと次の僕隊とかはさ、前髪下ろしてストレート全部下ろしでやってみようかな。髪の毛も下ろしで、前髪もそのまんまで。あんまりおろしでやることないんですよね。おろしで出ること少ないから、多分お披露目ぐらいだった気がする。本当におろしだったのって。何の味もしない。今日の服装決まってないんですよ。決まってなくって何着ようかなって感じ。決まってないです、今日の服装。まあでもなんか決めててもなんかその日の気分によって、その日の気分とかメイクの仕上がりによって、いや、やっぱこれだなって変わっちゃうから。だからいいや。何着ようかなって感じ。でも今日はあんまり可愛くない服にしようかな。可愛くない服、可愛くないというか、女の子した服じゃなくていいかなって思ってる。自分の気分的にはそんな感じ。仕事さん、今日も変わっちゃうだね。本当に思ってんの？スマホの手書きメモに書いてる。あ、すごい、いいね、いい案ですね、それは。
何着ようかな本当に。いや前はめっちゃ可愛いお洋服着たじゃないですか、キラキラのリボンついたやつ着たから、今回はそういう感じじゃない服を着たいなって思っただけ。あ、今日あったかいんだ。そうだ、確かにあったかそうだよね、なんかって感じね。あったかそうです。なんだこれ、カスミンのお泊まりセットでしたなんかこんなの、ま、なんか窓際にこんななんか置いてたっけって思ってみたらさ、中身カスミンのお泊まりセットだったその髪ならレイダーンの衣装みたいなのが似合うと思う。嫌だ絶対、もう嫌だレイダーンレイダーン本当にちょっとね苦手ですね。ちょっとここは頑張らないといけないところなんですけどね。そう、カスミお泊まりセットうちに置いてるお泊まりセット面白い。そう、お泊まりセットよ、うんかわいいですね。ちなみに服は持ってきてないんですよ、だから服はその人のものを借りるということです。この T シャツ本当ダサいんだけど、めっちゃダサくないこれ。なんかね、それもレッスンに使えそうな T シャツを探してたらこれが良さそうって思って買ったんだけど、ちょっとあまりにもダサすぎてレッスンに着ていくのも嫌ていちゃん前髪ないのが絶対に可愛いよ。え、本当ですか？じゃあそうしちゃおっかな。恥ずかりえち、いやそうですよ、本当に恥ずかしいですよレイさんね。うん、なんだろう、なんかねフリーな部分が多いからかな、ちょっとね嫌よね。嫌なわけじゃないけど、嫌じゃないけど、ちょっと新しいジャンルって感じサッチーが着てそう。いや確かにちょっと言われればね、確かにね、いやいやそれはちょっとわかるわ、それはちょっとね、あの分かってしまう。ね、おでこ出したまんまねライブしたいですね。次の僕隊とか。
あれ次の僕隊ってどこまで出てるんでしたっけ？予定は出てるんかな？誰が出るとかまだ出てない感じですか？メンバー歯についた。あ、メンバーはこれからみたいな。なるほどなるほど。そっか、まあ楽しみにしててくださいね。誰が出るかわからんけど。そうね、でも確かに次出るときはね、これから何回かね、まだまだやっていく公演だと思うから、次出るときとかはね、ちょっと前髪なしでもいいよね。あ、痛い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 。ねえ、そう聞いて、あのね、本当にね、聞いてくださいよ。あのなんかこの前包丁で指切ったんだけど、結構前、しかもこんな感じなんですよ。こんな、別にそんな深くなさそうじゃん、小耳。なんかだけどめっちゃ痛くって、なんか本当になんて言えばいいんだろう、この絆創膏つけないで何かを持ったり、マイク持つとかもそうだけど、とか持ってるだけでも痛い。なんかなんでだろう、すっごい痛いんですよ。もうめっちゃ痛くって、もうやだ、ちょっと絆創膏貼ろう。なんかさ、絆創膏貼っても治らない気がするんだけど。だってもう結構経ったんですよ、あの切れてから結構経って、絆創膏もずっと貼ってるんですけど、全然、なんか確かに傷口は塞がってるとは思うんだけど、全然なんか痛いし、もう本当に困る。なんか進化しないです、痛いです。包丁でがっつりいきました。ここはめっちゃ痛かった、痛かった、うん、痛かった。そう、キズパワーパッド買った方がいいかな。でも今から、でも今からじゃもう遅いです。病院へ、これだけで。ビンゴの神さん、殺意に言う直しで認知されてたんで、リエツ持って念をしてきました。あ、よかった、ちゃんとやってくれたんですね。いやでもちょっと悔しいかも。まあ仕方ないよね、だってプロフィールにああやって書いてるんだから仕方ないよね。あ、マッツさん、またまた10周年クマさん、たくさんありがとう。クマクマ、今日はクマさんのパジャマ着てないんですよ。でまあありがとう。ベレットさん可愛い、ありがとう。キズパワーパッドね、キズパワーパッドがやっぱいいんかな。でもなんかもう今さらキズパワーパッドしてもなって思ったんよね。傷はもう塞がってるからいいんかなって思って、ただ痛みが残るんですよ、めっちゃ。それが嫌で、絆創膏しないで、ごめん、食べてる時に喋っちゃった。
そう、それで なんだっけ、そう、キズパワーパッドは貼ってない クマパジャマ探してるんだけどないんやねって。え、嘘、自由だよ、自由に言ってるよ いやでもなんか一応ね、ここの指は使わんようにして洗ってるから大丈夫だけど、でも怖いよね、なんか染みそう、ボディーソープとかが。ね、痛みが早くなくなるといいなって私も思います。ラトウジさん、ヒータンに言うな、イチオシって思われてて、え、ディエもそうだと思ってた、違うの やっぱさ、なんかツイッターのあれが言うなんだからね。ちょっとみかん食べようかな アロエさん、こんにちは こんにちは、こんにちは。こんにちは。ST48 3期研究生の藤井です。ゆっくりしてってください。パキッてする？なんで？あ、確かに。それがあったら美味しそうってこと？このみかんってどこの県のやつなんだろう、知らない。でもなんか家族がみかん狩りに行ったらしくって、そのみかんのもらいました。なんかお持ち帰りできるやつらしくって、だから取ってきたやつをお持ち帰りしたのをちょっとお裾分けしてもらいました。でもディエ、みかんは一人でも全然たくさん食べる。あ、でも白いとこって取らない方がいいんか。あんまり剥かない方がいいんでしたっけ、白いやつって。デイズも壁に飾ってくれたらすぐそれにするよ、だって。えー、そうなの？絶対嘘だよ、その顔は。みかんって愛媛が有名なんじゃないの？でも、いやでさ、最近さ、本当に自分の頭がどんどんなんかおバカになっていくのをすごく感じるんですよ。だから怖い、もう怖いの、やっぱり人は学び続けないといけない生き物なんだなって思う で、やらなくなったらすぐ忘れちゃう人だから本当良くないと思う。で、なんか公文とかも言ってたんだけど、やめた瞬間に計算なんか全然できなくなっちゃったから、やっぱ継続って大事だなってめっちゃ思う。だからさ、塾めっちゃ好きなんですよね。学べよ、リエチ。学びたいんですよ、めっちゃ。でもなんか、学ぶ環境がないと学べない人。だから塾がないと勉強できない人です。塾に行かないとお勉強できない人。
からさ、受験生の時さ、家にいたら勉強できないから塾の自習室毎回行ってた気がする。なんか高校卒業するまでになんか資格一つぐらい取りたいなって思ってたんだけど、そう、この前もその話したよね。何の資格が取れるかなって、このあと数ヶ月の間でみたいな話をした気がする。ちなみに、あ、そう、英検ね。そう、お母さんとの約束だったら、で今いつだっけ、いつか分かんないけど、高校生の時に2級を取ったから、だから次は準1じゃないですか。からじゃあ高3、高校卒業するまでにはあの準1をね取得しようねってなってたんですけど、なんか全然進んでないっていうか、全然勉強してないです。開いてない教科書。でも11ってそんなすぐ取れる級でもない気がして、とりあえずなんか残したいんですよね。でもだから何がいいかなと思って、今から11勉強しても間に合う気がしない。なんかたまに勉強したいなって思うんですよ。でもなんかそのレッスンとかあると、やっぱそんなこと勉強なんかしてる場合じゃないかってなる。おかしいよね、なんか優先順位がマジで狂ってる最近。分かんない、そういうもんなのかな。漢検小学生の時に受けました1回。そう、でもそれ以降は受けてないですね。小学3年生ぐらいの時に1回受けた気がする。なんか塾でみんなで受けようみたいな感じだったから受けた記憶がある。やばい、みかんの白いとこ結局剥いちゃった。てかこの剥くのに夢中になっちゃう。ね。いやでもね、今ディエはそんな検定の勉強なんかする暇ないんでしょ。なぜかというとですね、学校のレポートが全然進んでないので、まず先にそっちをやりましょうって感じなんですけど、一旦そっちが終わってからの話よね。本当にみかんの皮に夢中です。カレさん、こんにちは。こんにちは。ST48 3期研究生の藤井理恵です。ゆっくりしていってください。いや、そう、本当に4年生になっちゃうから、理恵高校4年生になっちゃうから、本当にいい加減にしないとっていうか、いや、こっちだって早く終わらせたいんですよ。前みたいに配信しながらやればよかった、今からやろっかな。じゃあすっぱっ、ん、このみかんめっちゃ酸っぱい。
しみさらさんと勉強配信。いやいやいや、2人ともじゃあ分かんない、受験勉強するのかは知らんけど、受験勉強する体でガリ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 ってえ、待って、めっちゃ酸っぱい。今まで食べたみかん全然酸っぱくなかったのに、これだけめっちゃ酸っぱい。うん、酸っぱいけど美味しいです。秘書検定さ、リエもいいなって思った。じゃあリエのママも秘書検定持ってるんですよ。いいなって思います。難しいんかな秘書検。でも時間ないママが合格できたってことは意外と。てか秘書検定って何歳から受けられるの、調べよう。年齢関係なかったわ。じゃあ初検定頑張って合格したらさしたら未来がちょっと明るくなるわ。いやね、上の級はね何でも難しいよね。だんだんだって英検だって最初はめっちゃ簡単だもん。リーチが人なら仕事頑張れる。本当？じゃあ頑張ろうよ何級からあるんだろう。3級とか。いいですね。でもありかと思った。なんかおすすめがあれば教えてください。いい感じのものがあったら。ね、何歳でも良さそうだった。久々、私秘書受けたら簡単で、え、本当に？じゃあそうしちゃおうかな、そうしちゃおうかなとか言って、久々が簡単って言ったのを信じるよ。なんかね、そう、何がいいんだろうね。なんかそんなに時間かからず取れる検定がいいのかな、今は。どうなんだろう。いやでも英検準一を取りたい気持ちはめっちゃ山々なんですが、山々なんですけどそれは。だけど多分今からやったら
高校卒業までに取れないから。面接もあるしね。私さ2級取った時にさ面接あってさ、面接全然、面接が一番できてなかったのね自分的には。だけど面接が一番点数高くてよくわかんない本当に。県がしている埼玉検定、そんなのあるんですか。いやでも埼玉検定取るよりも広島検定取る方が良さそうだけどね。広島検定ってあるんですか。でもでもなんか世界遺産なんだっけ、世界遺産検定、世界遺産検定が意外となんかいいみたいな感じで聞きました。聞いたことがある。世界遺産検定取ってみようかな。結構難しいんかな。でもいいっていうってことは難しいってこと。あ、広島人検定っていうのがあるんだん、これって本当にに自動車免許、自動車免許絶対いいです。遠慮しときます。絶対に事故るから。てか取ってもさ使わんくない？車ないし。広島人検定は昔からあるよ。あ、そうなんですね。そう、でも出てきてびっくりした、そんなのあるんだって思って。いや埼玉検定もびっくりだったけど。ね、取っても運転する期間がなくって結局元通りになってそう、すぐ忘れちゃうんで。身分証明書にも使えるよ。そうなんだ。へえ。マイナンバーとかじゃダメなん？身分証明書に使うもの、自分今広島住んで車必要だって思わないかも。あんまり車よりも自転車の方が便利な気がする。ちくわぶ検定そんなのあるんですかおでん検定じゃなくてちくわぶ検定。いやでもいちごとさちくわちあなんだっけおでんぱか、ちくわぶパーティーかと思ったおでんぱしようって言ってたけど、ちくわぶが煮込む時間が20分だったからさ、だからまた今度にしよっかってなったんだけどね。また今度にしようかってなったんですけど、そう、またちょっとお休みがあるときにやりたいなって思います
お電波お電波。そう本当にちくわぶあったよ。いちごんちにちくわぶがありました。嬉しい、なんかすごい久しぶりに見たちくわぶって感じ。ちくわぶを久しぶりに見た、感動。そう20分で煮込めるらしいよ。でも最低20分ってことですよね。だからめっちゃ味しみしみにさせたかったらさ、もっと煮込まないといけないってことよね。おでん検定ないんじゃないですか。わかんない、なんでもありそうな気もするけどね、おでん検定。こさ、マイナンバーなかったが新付きは免許かパスポートだった。あーそうなんだ、へえ。なるほどね、確かにね、写真ついてるの、保険証は写真ついてないもんね。マイナンバーって便利よね。マイナンバー持ち歩きたくないじゃん、だって。え、そうなの？なんで？マイナンバー持ち歩く人間なんですが、よくないんですかね、持ち歩くの。静岡おでん検定あるよ。そうなの？静岡おでん検定っていうの？静岡の、あ、そうなんだ。へえ。ちくわぶについてポストしたちくわぶ評論家から、え、ちくわぶ評論家って何ですか。ほんとなんかさ不思議だよね。ってかもう何でもありだよね、職業にするものって。ほんとになんかそういうの見てるとさ、なんかいや、なんか職業ってやっぱいっぱいあるんだなと思う。一つじゃないなって思ってしまう。すごいね、DH検定やろう。いいね、やりましょう今度 DH検定かね。特に評論家と名乗ったその日から評論家ですだって。あ、そうなんだ。ゼリウムなんかみかん評論家とかになるかな。みかん評論家にでもなるかな。いや、そんなに詳しくないわ。マイナンバーはなんか信用できない。そうなの？マイナンバーでもなんかもう何でもマイナンバーマイナンバーって言われるくない？なんか身分証みたいな時落としたらやばい。まあ確かにそれはある、それは確かにそうですね。年寄り落としたら。初級は誕生日は出身地、あ確かに大事。出身地分からん人いるんかな、ディエノ。でも初めましての人に大体言われるの、あ埼玉県出身なんですねって言われます。リーチが窓際に置いてるものは。いいね。いやそんなん今日の配信見た人じゃないとわからんね。西日本に地下部を広める会の会長なら空いてるだって。わちょっと立候補したいですねそれは。ね、ちくわぶ食べたことないのさ、もったいなさすぎないですか本当に。うん、どうにかしてね広めたいよね、ちくわぶを。昨日いちごとだって探したもん、ちくわぶ本当に売ってないんかって。なんか売ってそうだよねこの辺にとか言って探したけどやっぱないんですよ。あ、本当だ、今日から飛んで埼玉。そうだね、いやいっちーとね見に行こうって話してたんよ。
どんで埼玉ね、見に行きたいです。面白いよね、めっちゃ好き。なんか埼玉県民が見ても全然面白いです。和歌山ってまあそうなんですか。で広島も頑張ったら売ってそう、頑張って探せば売ってるんじゃないでしょうか。イッチーね、昨日ひーちゃんとレッスンの時に話してて、なんかひーちゃんってその3期生のことを名前、なんか大体みんなニックネームで呼び合うけど、ひーちゃんってなんか名前で呼ぶこと多いなって思って、ひーたんのことも姫名っていうし、あと何だっけ、りちゃんのこともりさこって言うし、まあいちごかなうは、いちご、いちごかなう言うな、あゆいにゃんのこともゆいなって呼ぶよね。あと誰がいるっけ、あミューポン、まあ、ミューポンとリア中はニックネームね。そう、そんな話をしてたんだよね。あ、何が言いたかったんだっけ。そうひーちゃんが名前で呼ぶことが多いんですよって話。そう、まあ、だからイチゴはさ、なんかゴッティとかイッチーとかさ、なんかいろいろあるやん。リア中のことはリアリアって呼ぶのが最近多いかもみたいなこと言ってた。リアリア、リアリアって呼んでる人は全然見かけない。ひーちゃんぐらい。ゆうなゆいのゆいかはわかりづらい。あ、確かに。え、なんか DM 最初ずっとこんがらがってた。今だから言えることだけど、本当に今だから言えるけど、最初はちょっと私も困惑してた。なんかみんな髪の長さとか同じ感じだったから分かんなくって、顔の区別とかも最初ついてなかったから、あんまり。まあ、自分も最初はちょっとねこんがらがってた。ミューポンね、ウータンってヒータン呼ぶよね。ポンポン、リエは最近ミューポンのことをポンポンって呼びます。かわいい赤ちゃんみたい。ニックネーム最初からニックネームだったっけ。いやでも D はいちごのことをいちごちゃんって呼んでた記憶がある。いちごがね、山梨があれが有名じゃないですか。あ、なんだっけ、出てこない、山梨の有名なあれ、あのあれです、あのお餅、あのわらび餅じゃなくてなんだっけ、ちょっと待って、名前が思い出せないんだけど、あ、そう、信玄餅、信玄餅、信玄餅。いちごがさ、山梨のお土産で信玄餅をね、みんなにね配ってくれた時があって、そう、その時ね、いちごが、いちごのことをいちごちゃんって呼んでたわけ。懐かしすぎる、いちごちゃんって呼んでた。いちごが信玄餅をくれたのも懐かしいし、いちごちゃんって呼んでたのも懐かしいわ。ね、懐かしい思い出ですね。
じゃあ10分になったら終わりにしようかな。そろそろ準備をしないとね。そう、いやでも出身と名前を一致させるの大変だったよね。誰々は誰々ちゃんは何々出身みたいな感じで。確かにみさみさのことをみさみさちゃんって呼んでたよね。確かに。いやでもみさみささんじゃない最初は。みさみささんって呼んでた気がする。みさみささんって呼んでましたよ最初は。ねえ。最初はファンの方はさんですね。そう思うとさ、なんかあれだよね、みさみさんのこと呼び捨てしてるよね、リエってガキのくせに。あ、みんななんかみんなちゃん呼びがいいんですか。マミちゃん、アフロちゃんやばくないですか。アフロちゃんって。アフロちゃんって、いやいそうだけど。トトミチさん、トトちゃん、トトちゃんかわいいね。なんかトトちゃんってなんか動物園の動物の名前みたいな感じ。なんか動物園にいそう。面白いですねなんか。猫ちゃんはそのまんまやね。大ちゃんは大ちゃんそのまんまです。あ、そうそうそう、リーも思った。そう、トトちゃんってアザラシにいそう。そう、アザラシとかそういう系の動物でありそうですよね。潮田さん、ウサちゃん、そうなの、ウサギなのそれ。なんとですか、おじだけでいいよ。だっておじちゃん。じゃあそろそろね、壇上を読みましょうか。ちょっと待って、おいでもいいの、そうなの。じゃあ今度からおいにしようかな。じゃあ壇上見ましょうか。あ、松さん10たくさんありがとう。それでは壇上見ます。13位馬太郎さんありがとう。12位心拍さんありがとうございます。11位アルフォートさんありがとう。10位ベレットさんありがとうございます。9位高山さんありがとう。8位サヨマッチャさんありがとうございます。7位トドミチさんありがとう。6位瀬戸野誠二さんありがとうございます。5位 J 中村さんありがとう。4位リザさんありがとう。3位石毛マシンさんありがとう。2位ルパンさんありがとう。そして1位はマッツさんでした。ありがとう。クマちゃんたくさんありがとうございました。チューもたくさんありがとう。じゃあ私はお話し会に行くのでまた会いましょうね。じゃあね、また後で。ありがとう。